の公園はワンコがたくさんいますね。どうやら今日はワンコのイベントのようです。名古屋から一般道を使って1時間ほど走ります。目指したのは岐阜県美濃加茂市にある岐阜清流里山公園です。それでは始めたいと思います。ワンコとハイエースで行く悠々自適な車旅、岐阜清流里山公園犬祭り編です。岐阜清流里山公園にやってきました。もともとは昭和村があったところで、今は公園としてリニューアルしたようです。入園料は無料で、ワンコも入れます。入れないですね。おや、ここから先、ワンコは立ち入り禁止のようです。しょうがないので、お花は遠目で見ます。祭りと歌っているだけあって、お店もたくさんあり、すごくにぎわっています。ぐるっと回ってみましょう。ダギューコロッケ気になりますね。食べませんでしたが、チーン。今通り過ぎたのはラブコリーでしょうか。シェリーよりも二回りくらい大きいです。ジブリグッズのお店もありますね。公園を散策してみます。
いろいろなレジャー施設もあるようです。散歩していると、時間は12時。お蕎麦屋さんに立ち寄ります。わんこと一緒なので、外のテラスで食べます。かりんとうまんじゅうがついてきます。ごちそうさまでした。橋もスタスタ歩いていきますよ。好天に恵まれてよかったですね。ラジオを聞きながら帰ります。今日はゲストを一人招いており、後部座席も賑やかです。裏で流れているのは福山さんの福のラジオ。ちょうどドラえもんと福山さんの CM が流れていました。日帰りでの公園の散歩がいかがだったでしょうか。新型ウイルスが流行っており、残念ながらこの後にもいろいろ予定されていた犬祭りが見送られています。早く平常時に戻り、イベントが再開されるといいですね。一日も早い新型コロナウイルス感染症の収束と、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。ご視聴ありがとうございました。 See you again.